株式会社デチューンの佐野デンジでございます。皆さん、サウンドクラウドつなぎました？まあ、気がついている方ももちろんそういう賢明な方もいらっしゃるかもしれませんけども、あえて佐野デンジがですね、サウンドクラウドへの上手なアップロードの仕方をお伝えしたいと思います。まず最初にプロフィールのですね、アイコンというか写真ですね、これは必ずつけてください。なんでかというと、写真をですね、アップロードしてないと前方後円墳みたいなのが出てきますよね。あれだとね、なんかもうあれが出てるだけでちょっとこの曲聴くのやめようかなってなっちゃうんですよね。人間というのは不思議なもので、こう小さいアイコンでもすごいキャッチーな、そういう写真にしていただきたい。もう顔のドアップみたいなのもいいですね。もう目だけとかでもいいですね。すごい、あ、この人のなんだっていうのがすぐに分かるような、そういうアイコンをですね、用意しておくと。そういうプロフィール写真を用意しておくと、まずプレビュー数稼げると。そしてもう一つ、これがですね、やはり曲名をちゃんとつけるということですね。IMS20 ソング1とかですね、コルグ、001とかいうですね、やはりここはですね、素晴らしい曲名を、もう思い出たっぷりなですね、曲名をつけてほしいと。やっぱり曲名で、あ、なんだろうって思うところもありますし、僕もですね、サウンドクラウドチェックしてて、曲名に引っかかって先にこうね、聞いちゃうということがありますので、ぜひ曲名は凝ってほしいと。そしてですね、第3にですね、ある程度の長さを持った曲を、アップロードするとプレビュー数が稼げます。さあ、それは何ででしょう。実はですね、サウンドクラウドというのは波形ウェーブデータが画像で表示されるんですよね。で、あれを見てると皆様お気づきのように、あれがですね、異常に同じ形の繰り返しとかですね、いうものは、いや、これ結局なんかドラムパターン、単純なドラムパターンかな、やっぱり聞くのやめようなんてなっちゃうんですよね。でもそれがですね、そのウェーブデータ、波形データがやっぱりこう魅力的なですね、オーガニックなですね、形をこう成していると、あ、ちょっと聞いてみようかな、この先には何があるんだろうなんていうふうに思ってですね、プレビュー数が稼げるんで、やっぱりですね、人間ですね、プレビュー数が上がってくると嬉しいもんですね。それだけ聞いてる人がいるんだということで、ぜひですね、これ今お伝えしたのは非常に簡単なティップスなんで、ぜひ試していただいて、世界の人とですね、コラボレーションしてほしいというふうに思うわけでございます。佐野デンジでございました。